おはようございます。画家の荻曽です。今日はですね、ペン画ですね、ちょっとペン画をやってみようかなと思います。皆さん例えば、スケッチとかに、行って、ちょっと描きたいなとか15分ぐらい描きたいなとか出てくるでしょ。でそういう時にちょっとこう参考になればと思って動画を作りたいと思います。でペンとちょっとだけ着彩ほんの少しだけしようと思います。でいろいろちょっと買ってきてみたんですけど、僕も正直どれがいいかよく分かりませんけども、コピックのマルチライナー 0.05 と0.1、コピックのマルチライナー 0.05 と 0.1、 あとはこっち、これよくあるやつですね、桜のピグマ 0.1 と 0.05 ということを使ってやってみようと思います。小谷村の牛、何でしたっけ、牛片宿、あ、今日ギャラリーもおりますを描いてみようと思います。でまあもう本当にこう今から15分ということで、一番上ですね、で点でこうある程度こう押さえていくんですね。点で点を広げていく、まあこれちょっと写真なんで、透視図法的にだいぶ強く出てますけども、もう点これも3点透視図法的になってますよね。まあ、写真なのでこう上に行けば少しこう小さくなっていくとかですね。ここはなんかあれですね、名前、 お店の名前みたい、あ、店っていうかここの場所のあれですね、説明みたいな感じですね。でこういうのを意外とも書かなくていいんですね。後からつけたもんやったりするので、こういったものはもう省いてあげてもいいなと。で点が広がってくると少し形がこう見えてきて、現場で描くとなるとですね、やっぱり時間の制約が結構あって、私なんかもこう空港とかで待ってる間に10分15分で向こうに見える外国人を描いてみたりとか、スケッチとかもします。で時間の制約があるときはこういった感じ でこういう建物はやっぱり形がすごい難しいので、で少し形取れてきたら、もちろんディティールとかを書いていくんですけども、意外とね、濃いところそうでないところをしっかりつけてあげたらいいんですよ。でそれが意外とこうまんべんなくこう手が入りすぎてしまったりするので、まずこうアクセントになるような黒とかを画面の中でぐーっとこうつけてあげるときは、瞬時にこうつけてあげる、ぐーっと始めて、でどこの位置にこうあるかなとかっていうのを少しまた点で確認しながらですね、で点がとにかく広がっていく感じ、点がで、まあ、どうしても右利きの人はこう斜めのこうタッチが多くなってきたりとかするので、そういうタッチとかも少し変えつつですね、で、こう少しずつこう、ね、濃淡もついてきながら、屋根の形の面白さとかですね。ここは長野の潮、日本海の方から潮がずっと流れてここまでこう潮の道というお名前だそうですよ。で集中的にちょっとこう書いてあげようかなとかっていうところは、少しこう集中的にぎゅーっとこう描いてあげて、木目とかを描いてあげて、なんとなくこう画面のバランス取れてきてるでしょ。ずっと全部くくらんでももう十分、この辺っていうのはこの辺にこう枝かなんかビューっと後ろの枝があるっていうのを描いてあげるだけで、線でくくらんでも十分だったりしますよね。潮がずっと日本海からあれして松本まで行く道中の牛の、はい、またこう画面の中で、もっともっと暗く引き締めてあげようかなっていうのを画面の中で探していって、全部ではなくて画面の中でこう引き締めてあげるということをしてあげると。でやっぱこういうところとかすごくこう大事なところとかっていうのはちょっとよく見て、で線も少しこうゆっくり書いてあげたりとかしてですね、でまあほんの少しだけじゃあちょっと色つけてあげようかなと思ったら、ほんの少しだけ色をつけてあげたりします。もう無理してつけすぎないように。今ずっと使っていたのは桜のこちらの方ですね、こちらの方の 0.1 の方をずっと使ってました。仰々しくつけすぎずに、
チャン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 とチャン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 と、こういうベターっとこう全部塗るんですけど、少しこうグラデーションかけてあげたりとかしてあげたり、また濃いところをぐーっとこう強くしてあげたりとかして、そんなにもう無理ない範囲の方がかっこいいかっこいいっていうのがね。でちょっとこうね、ほんの少しの色だけでも持っていっておいたりするとかっこよくなりますよねね。少しだけでもグラデーションとかつけてあげたりとかするだけでも印象は変わってきます。描き足らんなと思ったら、あのね、よし、あと飛行機まで時間がちょっとあるぞちょっとあるぞ、あと3分あるぞと思ったら、例えばまたこういう風にこうペンでこう描いてあげて、よりこう乾いてないところにもこれ描けるみたいですね。これ少しこう滲むような感じは少しあるけども全然描けますので、油性なんかな、これそうですね、耐水性、あ、水性だけど耐水性なんで、乾いたら多分こうあれなんですね、ちゃんとこう水に耐えれるとか言って耐水性なんで、だからちょっとこう濡れてるところは滲みますけど、まあまあまあ描けるなっていう感じですね。ね、次はね、紙を置いて、いやもうチコちゃんは、チコちゃんはもうね、もう帰っちゃうからね。すごい、あっという間に、あっという間でした。おお、買った。はい、チコちゃんプレゼント、いやもう明日帰っちゃうから、ねえ、ちょっと次はコピックの、はい、コピックの今度は 0. もっと細いやついってみましょうか。 0.05 でいってみましょうか。あ、細いね細いね細いね。これもやっぱ同じように画面の中で少しこうどういう風にこうこうね、でまあ例えばこれを向こうのもうど真ん中に持ってこようとか、画面のど真ん中に持ってこようとか決めてあげて、ここに少し桜のほんの少しあったんですが、まだ水を張る前なんですが、で水がこう張られているところがこの辺にあるぞということとかを、いやー 0.05 になると少しこう細すぎてゆっくり描きたい人にはいいかもしれませんが、 0.1 にすみません、変えます。ちょっと、あ、やっぱ出がいいのでね、これぐらいのがやっぱり、まあここにちっちゃい桜があるかなとか、白い枝があるかなとかですね。でまた同じように黒いたまりをちょっと作っていく気持ちで、たまり溜めていく。で例えば雨が降っていて水をそんなに使いたくないと、乾きが遅う、時間かかるとかっていう時は、あんまりこう水をつけずにかすらすような感じで描いていったりとか、四孔を白を塗り残しつつ、白を塗り残しつつ、よいしょ、ぐるぐるぐるっと。失敗しますか、塗っちゃってパパパパパッとやって、まあ、ちょっとこう時間を、まだ飛行機の時間、バスの時間あるぞと、飲み会まで時間があるぞとか、あったら場合はこう飲み会まで、少しぐじゅぐじゅぐじゅとこうペンとかで最後にこう書いてあげたりとかして、ですね、ということでございます。まあ、あと1、2枚はちょっと後で
書いてみましょうか。またライブ配信が。先生、空はいいんですか？まあ、それ塗ってもいいんですけどね。23空はどうなるかね。さっきの上にちょっと興味がある。塗りましょうか。逆に今度水だけを引いといて、水だけ引いといて、例えばこう白と混ぜたグレーみたいなピョンピョンピョンとこう差し込んでおくだけでもなんか雲みたいになったりするじゃないですか。でもうこれぐらいでもええかなとかって、セヌリエの SM って言ってね、手っていうサムホールはでこれに収まるというなんか意味合いがあるサムホールっていうらしいですっていう感じで、はい。次は、こちらの安曇野をまた15分ぐらいで描いてみようと思いますね。ビューっとこれ安曇野の、白鳥がなんかこう来るあたりみたいな、ありますよね。はい、あ、そうですか。今もいらしたらいい、ほら地元のあれだから。もう15分ぐらいで。そうなんですよ。ここはだから去年の冬に行って、うん、お母さん好きなところ。え、そうなんですか。ああ、あえてずらして見るとかねしてもいいし、ね、鳥なんかも、もう現場で描くとなったら多分スケッチとかも本当時間ないだろうから、もうこういうの一匹完璧に描こうと思っても無理なんで、ね、さっきも言いましたけど、こう画面全体で今中心に寄りすぎてんなと思ったら、少しこう大画面の中で濃いところとかが見つかってきたら、少しこう濃くぐーっと引き締めてあげるようなことを大画面の中でしながら、時系の脳みそだからもうそれが算数学とかもとにかく出身はね、本当にもうラフにつけていくと。北海道から来たからありました。ありました。十分ありました。自転車で来たんですから、また自転車で、そう雨の中。まあもういつもあれはね冗談で言うんですよ、遠くから来た人にはもう。ねえ、そんな持ってきてね、という感じでございました。面白いですか。これ10分かな。これ10分。もし先生時間あったら、その白いこことここを塗りますか。あ、難しいとこですよね、これね。塗ったらね、やっぱりどうしても色がだ相当白く、チコちゃんにそそのかされないでください。いやいや、相当これでもほらだいぶ色強いでしょ、うん、だから、うん、とかもう相当水多くする、本当にこんな程度でやるでしょうね。まあ本当にここは難しいところですよね。あっという間にね、おしゃべりしながら10分、こういうの現場でこうやったりとかして訓練をしていくと、画面の構成とかも形取るのとかもうまくなっていくんですけど、どうしてもまあ平面から平面ってやっぱり楽なんです。あ、そうですね。もうだから簡単なんで、これを現場でやる方がもう数百倍難しい。
でダンクが好きです。